どうもー、ハーセさんでーす。ってことでね、MacBook ね、これ、Siri ついてないのってね、昨日ツイートしたんですけど、ちょっとね、具体的な答えいただけなかったんで、いろいろ調べてみたら、あれですね、これ OS が最新じゃないんすね。うん、バージョンアップっていうか、アップグレードっていうかな、多分製造時の、なんて言うんだろう、バージョンになってるから、まだ Siri がついてなかったんだと思うんだよね。で、これ見てみたら、ほら、ちょっと映り込んで見えないか。ほら、なんか、ね、MacOS シ、ん？シエラ。ほう。多分これで、Siri がつくんじゃないかな。多分わかんないけどね。そんな気がします。はい、ってことはあれなんすね、製造時の OS になってるのかな。販売時の時点ではね、もう Siri 搭載されてるから普通は。ってことはあれか、これ夏のなんていうの、Siri がついたのあれ夏だったっけ、家のね iMac のがバージョンアップしたけども、あれよりも前に提供されたってことかな。うん、お店でね、これ教えてくれればよかったのにね、ちょっとそこはね、もうちょっと親切でしてほしかったなーって思います。まあ、とりあえずアップグレードしてみてね、どうなるかって感じです。はい。はい、今ね、アップデート中ですね。さあ、もう間もなく完了なんですけどね。どうなってるのかな。もうね、このバロメーターはね、一番上まで登り切っちゃって、下のね、あと何分ですっていうのが全部消えたんですけどね。まだちょっとかかるみたいですね。はい、この右上にね、カーソルが出ました。はい、もうすぐかなと思います。あ、来ましたね。はい。はい、これで、いったと思いますね。自動アップデートオンにしとこっか。もうこれいちいちめんどくさいでね。こっち。これでアップデート完了していると思うので、ここにでも Siri のマーク出ないね、この右上にね。どうなんだ？これ結局 Siri はないの？こっち。あれ Siri はないんか、これ。ひょっとして。出ないね。あれ、Siriないんか。はいはい、はい、その中にですね、シリアル番号というものはございませんでしょうか。はい、はい、XGT、うん、はいはい、はい、最初がチャイナの C、はい、次は数字の02、うん、でスペインの S、うん、次もジャパンの J でしょうか。そう、はい、でその後がまた数字の02、うん、で XN の X、うん、ジャパン、あ、もしかしたら、ジャーマニーの G、うん、で次はパナソニックの P、うん、あ、違う、 T ね、 T、タンゴ、あ、タンゴの T ですね、うん、ありがとうございます。うん、はい、ありがとうございます。はい、それ確認いたしますので少々お待ちいただけますか。はい、
はい、MacBook のレティーナの12インチでは間違いないでしょう、うん、はい、ありがとうございます。ではちょっとこちらで今確認ができましたので、今回では長谷川さんも、まあ、こちらもまだご購入していただいたばかりの状況です。そうやね、うん、はい、ありがとうございます。今回はこの Siri の使い方というところですかね。いや、Siri をどうやって使ったらいいかなと思って。あ、かしこまりました。うん、僕の方であのそのあたりの設定などもちゃんとできているか確認させていただきますので、うん、よろしくお願いします。はい、長谷川さん、万が一の途中でお電話切れてしまったら大変ですので、折り返しできる番号も教えていただけますか。はい、090、はい、ありがとうございます。では引き続きちょっと見ていただきたいんですけども、うん、左上のリンゴのマークからこのマックについてを見ていただきまして、はい、その中にあのバージョンで10.11.6 10.11.6 ですね、うん、かしこまりました。ではですね、こちらちょっと僕の方でこの Siri が使えるあの Mac だと思うんですけども、うん、この OS によってちょっとですね、まだその機能が入ってくる入ってないというのがありますので、ちょっと確認いたしますね。はい、お待ちください。はい、ではですね、この 10.11.6 というのが、うん、あの L キャピタンという OS になりまして、はいはい、でこちらですね、あのこの後があの OS シエラっていう、まあ、10.12 っていうものがあるんですけど、うん、このシエラが対応しているのはその次の 10.12 というものなんです。はい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 、ちょっと今の現状はあのシエラが使える Mac であるんですけども、 OS がまだちょっと対応してない状況ですので、うん、それではあのちょっと、まあ、Siri を使うのが不便な状態だと思いますので、はあはあ、僕の方でこの次の 10.12 に上げるやり方などはご案内できればと思います。ああ、はい、うん、はい、長谷川さん、今回この Mac なんですが、もともと何か別の Mac とか使っていてデータを持ってきて今使ってるって感じですかね。いや、別に Mac は持ってるけどデータは入れてないですね。もう新しく何も確か使って、うん、分かりました、ありがとうございます。その状態です。まだちょっと Siri が使える状況ではないので、しっかりとあの僕の方で Siri を使える Mac にさせていただきますので、ご安心ください。はい。ではですね、そのまま操作していただきたいんですけども、うん、今見ている画面からですね、App Store というところを開いていただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。アップストアの方を開くことができましたら、うん、あの画面の右の方に何か真ん中にナビリンクっていう表示ございますでしょうか。はいはいはい、その下の方にですね、何かサインインとかもしくは長谷川さんの名前アカウント名とかって表示ありました。あ、名前出てますね。ありました、うん、そのですね、また4つぐらい下の方に MacOS シエラというのが、はいはいはい、ありました。こちらはクリックお願いいたします。はい、はい、そうするとマクオスシエラの山の画面に変わると思うんですけども、うん、その左の方にあのダウンロードとか入手っていうのがあると思います。ああ、はいはいはい、でこちらで、まあ、あのダウンロードを押していただくと、うん、まあ、パスワードとか求められますので、あ、そこでダウンロードしてもらって、その後、まあ、インストールっていう手順もあるんですが、うん、それをやっていただけて、まあ、終わればですね、あの Mac 再起動かかりますので、その後は Siri を使うということが可能となります。あ、わかりました、ありがとうございます。はい、長谷川さん、ちょっとまだですね、この、まあ、アップグレードっていうのをしていただくと Siri が使えない状況でありますので、うん、もし、そして、まあ、ここまでやっていただければ、あとはもうすぐ使うことができるので、はい、使い方とかの操作のやり方っていうのは僕らの方であの、まあ、メールで送る資料など準備してますので、うん、もしあのメールアドレスで教えていただければ、すぐあの Siri の、使い方の、写真とか、そういったあの説明文、まあ、というのをあのすぐメールで送ることができるんですが、いかがでしょうか。あ、もう普通にこれアップグレード終わったら、コマンドとスペースで使えるんやんね、でも。そしてシステム環境設定も、まあ、Siri の設定とかしてもらって、やっていただければすぐ使い方は可能でございます。まあ、それはもう後でいいさ、分からんかったらまた電話しますわ。大丈夫です。うん、分かりました。
じゃあちょっと僕の方で今長谷川さんの Mac の、シリアル番号をまたおっしゃっていただくときにこういった Siri の、使い方についてというのは残しておきますので、はい、はい、まあ、いつでも対応できるようにしておきます。うん、ありがとう、助かりました。はい、あとはこちらで以上となります。他にご不明点などはございませんでしょうか？ないですね。ありがとうございます。うん、新しい Mac の端子で使っていただきようにお願いいたします。はい、営業時間9時までやったっけ、受付？あ、そうですね、本日は夜の9時までですね。うん、わかりました。はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとう。はい、失礼いたします。はい、あ、なるほどね。これでもう一回あれしなきゃいけないんだ。今までここに出てたやつアップグレードしたんだけど、もう一つ新しいこれをしなきゃいけないわけね。で、これ結局押したけど3時間2分ね。あー、で、これが完了したらシステム環境設定で Siri をオンにしたら、ね、このコマンド&スペースをね、ピッて押せばね、はい、ね、何かおっしゃってくださいってやつですね。はい、なるほどね。これしなきゃダメってことね。いや、これ売るときに言ってほしかったな。買うときに言ってほしかったな。まあいいけど。はい。てなわけでね、固定回線がないんでね、3時間ぐらいかかりますね。家でやっとけばよかった、これ知ってたらさ。まあバタバタしてたんでね、ちょっと無理でしたけども。まあね、3時間ぐらいだったらね、置いている間にできるかなって感じです。まあ、今日動画編集ね、ちょっとね、かじってみようかなと思ったんだけど。はい。まあ今日はね、アップグレードだけということになります。はい、ではまたですね。バッテリーの持ちがすごくいいよ。まだ 89% だって、すごいね。さっきからいろいろね、アップグレードしなきゃいけないやつね、2個ほど押したんだけど、 iMovie となんか OS のなんかね、このシエラの前のなんて1個出てたやつと2個やったんだけどね、まだ全然あるよ、電池が。すごいね。はい、じゃあね、はい、じゃあね、今日はね、まあアップグレードだけできればいいかなと思います。はい、でアップルサポートすごいね、電話出るのめっちゃ早い。土日とか、まああと夜中とかだったら結構出るのにね、どうだろう、15分とか、まあ長かったらね20分ぐらい待つ時もあるんだけど、いや、すごかったね。一回かけたら普通にプルって出たよ。すごかったわ。もうね、ドコモのインフォメーションセンターの電話より早く出たよ。すごいね。平日はあれか、昼間はサポートの人数も多いのかな？なんかすごいね。一瞬で出てくれた。大変お待たせいたしましたとかで、いや、待ってない、待ってない、みたいな。いや、むしろネクスコ中日本のあれだわ、みたいなね。お客様センターの方がめっちゃ待つわって感じだけど。素晴らしかったね。はい。やっぱね、アップルケア入っててよかったね。アップルケア入ってたらこの電話サポートが3年使えるんだよ。で、前は iMac 使っ、ね、家で使ってるやつは、あれはアップルケア入ってないから、90日しか電話サポートがなくて、最初の90日の間にね、全部わかんないこと全部覚えてしまわなきゃいけないっていうのがあったから、まあ、毎日使いこなして、まあ、90日もあればね、全部わかんないこと全部一通り身につくわって方はね、つけなくてもいいんだろうけど、まあ、つけなかったら1年保証だしね。まあ、3年保証プラス、ね、その電話が、ね、3年間ね、丸々ついてくるっていうので、ね、まあ、2万3000円だっけ、7000円だっけ、まあ、それがね、高いと思うか安いと思うかですけどね。はい、まあ、僕はね、これね、素晴らしいと思うんで、これやっぱ Mac 独自のね、サービスだと思うんでね、やっぱりね、機械音痴な僕にはね、まあ、Apple Care 最高だなと思いました。ちなみにこの Apple Care をつけないで90日間電話、サポート無料が切れた後に電話質問するとどうなるかですけども、一つの質問に対してですね、3000円かかりますんでね。はい、なかなかそんなの難しいんで、まあ、友達のパソコンに詳しい人とかね、休みの日にちょっと時間空いてないとか言ってね、ちょっとご飯食べさせてあげるで教えてとか言って呼び出して、教えてもらうってことになると思うんで、そんなのに比べればね、まあそれもいいんですけど、まあ身近にそういう人がね、頼れる人がいれば全然いいんですけど、まあそれもなかなかね、その場で解決しないので、で、Apple サポートはね、土日関係なくね、夜も9時までやってくれてるんでね、まあまあ手軽にね、その場でね、すぐ解決できるかなっていうのを僕はね、この電話サポートすごく気に入ってます。複雑なやつになりますとですね、画面の中に、Apple サポートの方のね、アイコンというかこのマウスのカーソルをピッて入れてね、遠隔操作でここ押してください、ここここ、とかで、ね、操作してくれるんですよ。操作っていうか、まあ、教えてくれるんですよね。そんなもできるので、僕は非常にね、これいいかなと思います。はい、いやー、気持ちいいね。やっぱ久しぶりにこの Apple サポート電話したけど、まあ、iPhone で結構電話したことはあるけど、まあ、iPhone なんてさ、わかんないこともほぼないじゃん。全部ね、買い替えてもずっと一緒だから。うん、でもね、これやっぱ Mac はね、
これいるわ、うん、つけといて正解ですね、はい、まあ慣れるまでね、初心者はアップルサポート入っといた方がいいと思いますってね、はい、宣伝しておきます、担当の方が良かったんでね、はい、よいしょ。ちなみにアップルサポートの電話番号はね、アップルサポート入ってんだけど使ったことないよ、電話番号わかんないもんって方はね、0120-277-535、フリーダイヤル 0120-277-535 でね、出ますんでね、はい、このような番号になっております。はい、よし、あと2時間57分、あー、まあ言ってる間に完了しますね。まあ、バージョンアップしてる間にね、バッテリーが落ちるってこともないでしょう。はい、じゃあね、今日は、MacBook、ね、なんか Siri が使えない。Siri が使えないってなんかさ、うん、まあもともとね、家の iMac も使えなかったんだけど、せっかくついた機能がさ、新しいやつなのについてないのなんて思ってちょっと不安になったから、こうやってね、疑問がね、即ね、解決するのもね、良かったかなと思います。はい。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。 See you next time. Bye bye.